ヨハネの手紙には、新約聖書聖典中の一書で、行動書館と呼ばれる書館の一つ。他のヨハネ書館などと共に、ヨハネ文書と分類されることもある。13節のみで構成され、旧約、新約を通じて、聖書中最短の書である。この記事名は、新共同訳聖書に基づくものだが、ヨハネの第二の書、ヨハネの第二の手紙、ヨハネの手紙第二、 ヨアンの第二書などとも訳される。著者は一説で、長老の私と名乗っている。同じ名乗りは、ヨハネの手紙3の冒頭にも見られる。この長老は、高齢者とは限らず、個別の教会の指導者と理解されるが、後代の職生としての長老とは異なるとされる。伝統的な理解では、これらの手紙は、ヨハネによる福音書及びヨハネの手紙1の著者と、 同じく死とヨハネであろうとされてきた。フェデリコ・バルバロは、その中でも、第二の手紙は、第一の手紙が書かれて間もない時期に、エフェソスで成立したと推測した。申請書時点では、80年代末から90年代初頭に、エフェソスで作成されたという見解が、伝統的な説として挙げられている。他方で、主として、高等批評の見地から、疑問も寄せられ、 成立は1世紀末から2世紀初頭のシリア、あるいは小アジアのどこかなどとも言われ、著者の同一性についても様々な意見がある。首とヨハネかどうかはともかく、内容や文体の分析からも三書官が同一人物の手になるものであろうことを主張する者がいる一方で、第2と第3が同一で、第1が別、第1と第2が同一で、 第三は別などいくつもの説があり、確定しているとは言い難い。長老の正体をパピアスが言及している長老ヨハネと想定する説もある。また、第一第二と第三が対立関係にあると見る。田川健造は第三の手紙で批判的に言及されているディオトレフェスか、彼に近い人物が第一と第二の手紙の著者であろうと推測している。 1> 第1から第3までの手紙はそれほど隔たっていない時期で書かれたということで、大方の意見が一致するが、第2の手紙が何番目に書かれたかには、議論がある。第2の手紙は、第1のダイジェスト版のように見えることから、第1を踏まえて書かれたと見る者がいる一方、第2が念頭に置いていたのは、第3で、第3、第2、第1の順に書かれたと見る者も,もいる。 そもそも厳格に順序を確定させようとする、試み自体に否定的な意見もある。この手紙は、選ばれた婦人とその子たちに当てられている。この、婦人の言語、カッパウプシロンドオアルファについて、固有名詞と理解して、キュリアという女性と見る説もあったが、現在では、一般的とは言えない。むしろ、婦人は、教会の比喩表現であろうと理解されることがしばしばで、ある。 聖書関連のギリシア語辞典でもそのように中記しているものがあり、教会を呼ぶ時の当時の慣用表現と結びつける意見もある。長老の私は手紙の受け取り人に対しその信仰を称賛し、互いに愛し合うことの大切さを解き、偽教師に警戒するよう進めている。その内容には、第一の手紙との平行関係をかなりの程度読み取ることができ、ギュンター・ボルンコムは、 第一の手紙に比べて、何ら新しいものをもたらさないとまで表している。他方で、他のヨハネ文書に見られない特色として、三節の憐れみの負荷、八節の報いについて、十節の異端に対する挨拶の禁止の三点を挙げる者もいる。挨拶の禁止は、反キリストに向けられている。ここでの反キリストは、イエスキリストが肉体を取って来られたことを、 告白しないで人を惑わす者を指す。ここで排撃されている加減説的な思想は、グノーシス主義と推測されることもある。他、第一の手紙で排撃されている思想と関連づけつつ、ケリントスとの類似性が指摘されることもあるが、そう点も見られる。挨拶は、当時のオリエントにおいては、仲間や連帯を意味する行為であったとされ、そのことがこうした厳格な禁止の背景にあったとも、 言われるその人を家に入れることも禁じるということと合わせ、地域的背景として異端の教えを説く者が巡回説教者として巡っていたのだろうと推測されている。前述の通り非常に短い手紙だが、これはパピルス一枚にしたためたことによる私服の都合であろうと言われている。ありがとうございます。